みんな、おかえり。おかえりなさい。エリアス役の竹内涼太です。そしてそして、ハートリッチ役の種田泰美です。フェイス、フェイス。来た。いや乗ってくれましたね今日。いやだってお客様いらっしゃいますから。いやさすがですね。いやいや皆さん本当ねもう始まってますよ皆さん。あのねもう皆さん始まっておりますのでとうとう来ましたよ魔法嫁。はいやっとねタイトル固まりました。魔法使いの嫁、ね、好きです、うんうん、同人ラジオイエーイ、ありがとうございますね。ありがとうございます。今回はあの公開収録ということで、うん魔法使いの嫁原画展開催中の、秋葉使用ギャラリーから公開録音でお送りしております。はいはい、いやいやね、はい、何ですかこれ、はい、あ、ここ言わないとダメですね。はい、はい、じゃあちょっと谷さんお願いします。ここでもこれどういやそうです、これです、ね、同人の皆さん、オフ会へお帰りなさい。同人の皆さん違う、あのもう一回やりましょう。あのこれで同人の皆さん、オフ会お帰りなさいって言ったら、うん、ただいまつって、あた、そう、それや、嘘、それです、それでね、いきます。はい、同人の皆さん、オフ会へお帰りなさい。おー、いいですね。これが聞きたかったんや。このそういう弁のちょっと、ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。いや、叶いましたね。あの第6回目で、うんうんうん、ね、あ、聞いてくださってますか皆さん、皆さん聞いてらっしゃる。あー、あー、もうありがとうございます。初めてっていう方はいらっしゃるんですか。ようこそ、うぃー、うぃー、ようこそ同人、好きです同人ラジオね。ええ、これからハマっていきますよ。初めての方はね、全同士同士このね、ブエイについていっていただければと思います。作品は全く違いますよね。はい、こんなブエイの出てこないですけどね。はい、はい、誤解のないように、誤解のないように、はい、というわけで、はい、はい、原画展に行って、あ、いただきました、おー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 、方からいただきました、はい、ありがとうございます、はい、もう早速ですね、ご紹介したいと思います、はい、ペンネームイーチカさんからいただきました。住まいが大阪府ですよ。でも出身が大分県、私のふるさとでございます。あら、イエイエイ、イエイエイ、その方から、はい、いただきました。はい、はい、知性エリアス、ただいま、おかえり。大阪から日帰りで原画展行ってきました。コミックでの小さなイラストではなく、大きなイラストが見ることができて迫力を感じました。エリアスの古文書も山崎さんの作画作業が見れ、演出もとても綺麗で素敵でした。お二人が好きな場面はどこでしたか。私は、泣き女、からシルキーに生まれ変わった後の笑顔のシーンがとてもグッときました。コミックでこのシーンを見た時もシルキーが可愛くて美しくて大好きになりました。もちろんチセもエリアスも大好きです。これからも応援しています。アニメ楽しみです。長文失礼しました。いや、ありがとうございま す。大阪からですよ、日帰りで。いやー、ありがたいですね。どのシーンがありますか。あ、この中でですよね。この中で、あの黒いところすごくなかったですか。白黒、白黒、全部白黒ですね。いや、そうっすよ、なんか色あったかな。白黒ですね。あのエリアスがわーってなってるところですよね。もう演出が素晴らしいと思いました。エリアスがわーってなってると、はい、どうでしたっけ、 あっちら辺にあるやつでしたっけ、エリアスがわーってなって、すごくわかりやすくここでしょっていうのを言える方いらっしゃいませんか。あのわかりやすく、あの和をうまいこと表現できる方、まあ、そこが、ね、そこがそこがいいということですね。きっといい市川さんには伝わると思います。はい、です。僕はね、もうすべていいんですけど、やっぱあのエリアス、はい、もちろんこの原画も素晴らしいんですけど、はい、大画面なんていうのか、壁に大きくぐっと貼られてるエリアスの迫力はちょっと
ゾクッときましたね。一緒かも、一緒のとこかもしれない。そこ言いたかったか、そのことを言いたかったってことですか。そのガッていうところで、このあれでしょ、原画以外 の、 その壁とかに貼られているエリアスの、そうですそうです、ちょっとこう知性がやられて怒ってるところとか、そこら辺の、あ、そこが言いたかったってことです。一緒だ。あ、じゃあ一緒ってことですね。一緒です、そこです。 ありがとうございます、説明していただいて。こちらこそです。はい、もうね、そこです。はい、いちかさんね、あの聞いていただけると思いますんで、これ、はい、ね、はい、こういうところが好きでした、なんかはい、というわけでね、はい、アニメも楽しみですって。あ、ありがとうございます。いや、本当アニメ化ですよ、嬉しい限りですよ、はい、ありがとうございます。はい、ということで、もう我々立ってる方がやりやすい。あ、ラジオ聞いていらっしゃる方は我々今立ち上がっております。あのね、でも何気に落ち着かないですか、こういう。そうですね、あのね、同時にラジオ、あの、まあ、5回6回も言ってますけど、はい、ね、こうアナウンサーマイクみたいな感じで、あのスタジオじゃないんですよね、なんか会議室でやってますから、同時にラジオ、7回目ですけど、今最初の 1,2 回以外は全部会議室で、ね、会議室です。このマイクで、ね、このマイクでね、ここにちょっとちっちゃな録音機を置いて、もうどこでもできますよ、同時にラジオ。最高かよ。そう、本当にどこでもできるって。たまに言葉遣いがこ う、 ういうことだよ。グッドインに来るからいいですね。あ、最高っすね最高かよって来るのいいっすね、はい、というわけでね、はい、座ります、ね、どうします、だんだん、ね、熱が入ってきちゃいますからね。熱が入ってきたので座ります。はい、入ってきました。はい、はい、ということで、今回のテーマは番組へのご意見ご要望ということで、うん、会場の皆さんにアンケートのご協力をいただきました。ありがとうございます。これをですね、はい、ありがとうございます。これをご紹介したいと思います。はい、はい、さあどんどん紹介していきますよ。はい、はい、ありがとうございます。ペンネームたまさんからいただきました。たまさん、たまさん、ありがとうございます。たまさん、ありがとうございます。CD 化等の予定はありますか。この同人ラジオをですか。やっぱ同人ラジオですよね。魔法使いの夜のドラマ CD も出てますもんね。だからこの同人ラジオ、やっぱこの好きです、同人ラジオの CD 化じゃないですか。買いたいですか。買いたいでしょ、やっぱり寝る前に聞きたいでしょ。寝る前にちょっとこの2人のトーク聞いて寝ようみたいなさ寝れないですよ、ね、寝れますって CD 化ってできるんですか。あ、自分らでこう、あの、そうです、カチャってやって、そうです、カチャってやってこう、もう同人ですから、もう僕たちでこう担当、そう、手焼きすればね、あ、もう、あと街頭で配ればねどうぞっつって、好きです、はい、好きです、同時ラジオ好きですっていう感じですね。いいですね。これね、ぜひね、ちょっと検討しましょう。CD 化するときは自分らで焼きます、はい、そうです、はい、こうね、同人はこれぐらいの自由がありますからね。はい、じゃあ次行きましょう、はい、続きまして、ペンネーム青木治さん、はい、ラジオをお聞きの皆さん、青木さんは青い服を着てらっしゃいます青木さんからのご意見が、できれば放送時間をもう少し長くしてもらえれば嬉しいですと。持つかな。え、これをね、この同人ラジオってことですよね。今15分ですから、15分だからなんとかなってるっていうのもあるんですよまあでもね、え、別にでも長い方がいいですか。あ、いい、あ、え、あら、ほん、長い方がいい、本当か、長い方がいい、あ、30分ぐらい、30分か。でもね、分担すればいいですよね。竹内、え、どういうこと。いや、分担作業ですよ。だからほら、竹内が仕切るところと、はい、種さんが仕切るところ、15分15分だったらなんかできそうじゃないですか。ね、そうですね、確かに、確かにできそうじゃないですか。30分、倍か、大丈夫かな。あ、いや、でもこれ魔法よ、いつもなんかウェイとかやってるから15分でウェイって感じですけど、魔法嫁の愛を語り出したら30分じゃ収まんねえって話もしてましたしね。そうです、そういうことだ。はい、そういうことですね。愛を語り合えば、そうですね。で、まあ、ぶっちゃけ同人ですから、はい、いいんです、あの15分に収まんなくても。
そうなんですよ、ずっと私それは訴えてるんですけど、どうも15分がいいみたい。ただやっぱデータ、ね、データアップロードするために時間がかかるから、そうそうそう、やっぱ15分が適度じゃないかな。なるほど ね、公式になればそれも叶うのかな。公式ってどうやったらなれるの？同人って何？なんかもう哲学的な。そうですね、同人って何？次行きましょう。あ、はい、お願いします、はい、ね、同人は何かと、ペンネームひまさんからいただきました。ひま、ね、東京の方です。ぜひゲストさんを。いやね、うん、いや考えてますよ、うんうんうん、ゲストさん、そうですね、誰来ていただきたいですか？一番最初もうそんなのセルキーね、セルキーとかさ、ルツとかね、ルツとかさ、ね、ワタムシとかね、ワタムシとかさ、飛んできてほしいじゃん。フフフフフみたいな。フフフフフ、僕は虫ってますよ、ずっとワタムシ。まあ、ありがとうございます。暇さんもね。暇さん暇なんですか？違いますよね。絶対言うと思った今。悔しい。もうお忙しいとこ来ていただいて本当ありがとうございます。いや、ゲスト来てほしいですよ。そうですね。え、まさかそれも公式にならないとダメってことですか？あ、うんって。まあそうですね。ほう、多分ゲスト呼ぶとなるとね、同人だとやっぱちょっとやば。あ、いろいろ発生してくるんですね。いろいろ発生しますわ。いろいろ発生しますから。そうか、スケジュールも管理しなくちゃいけない。そうか、ね、皆さんゲストさんの同人厳しいな。厳しい。こういうところちょっと弱いですね、同人はね。そうですね。はい、次行きましょう。はい、続きましてペンネーム、はい、藤若さんからいただきました。埼玉県のお方、お方です。ニコ生とか動画で配信する回があっても良いのではと思います。映像化ってことですね。ほうほう、映像化。ふん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 。まあでもこういうね、同人ラジオね、やってますけど、はい、やっぱ映像化はでもそっちの方がでも主流なんですかね、やっぱ映像、ニコ生とか。昨今ってことですか？昨今、そうそう、はい、昨今。確かに、ね、昨今、同人ラジオってなんじゃ間ができても。どうしたどうしたあれか、隣人から魔力吸いすぎたのか。大丈夫です。です、動画だったらこういうのも、ラジオの人、何のどう伝えたらいいんですかね、これは。あ、こういうグッズをね、紹介するときにってことですね。はい、持って。それで笑ったんですか、今。あっはっはってなってましたけど。私、笑ってました。いや、笑ってたよ。みんな見てたよ。ああ、なんなら音声でも入ってるから、これ聞く人みんないきなり笑い出してるっていうところになってますけど。やばい、7回目チェックします。はい、はい、でも映像がいいですね、そういうふうに。そうですね、うんうん、タネさんがこうわちゃわちゃ動いてるところも、うんうんうん、ね、ちょっとご覧いただけるっていうことですね。そうですね、はい、なんか困ったらこれ今振ってるんで、今なんかもう無意識そう、無意識にね。え、振ってました？振ってました、振ってました。はい、すいません。いやいやいや、でも映像化もいいんじゃないですかね、こういう。こういうのはまだ同人でも、はい、そうです ね、検討してくださるそうです、ね、藤若さん。藤若さん、ああ、もうありがとうございます。検討してください、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、では続きましていきましょう、ペンネームよしさんからいただきました。よしさん、ありがとうございます。埼玉の方です。舞台になったイングランドへ聖地巡礼し、その模様の音声収録してほしいです。これはこれはいやいや、もうね、これはいいんじゃないですか。イングランド行きたい、行きたい、行きたい。ツイッターで流れてきたじゃないですか。そうなんですよ、イングランドのね、街並みの。ツイッターのあの様子を見ておりますか。様子、様子、イングランドに取材に行かれた 方々の写真が上がってるんですよ。いい景色なんですよ。これ生で見れたらどうなっちゃうんだって思いますよ。ね、行きたい。行きたいですね。よしさん、イングランドへの旅の資金が、よしさん、よしさん、露骨旅の資金が。あ、じゃあね、クラウドファンディングしましょうね。あ、クラウドファンディングして、同人だからね、クラウドファンディングしていただいて、
ね、特典として僕らからなんかこうやってね、資金貯めてイングランド行く、ね、同人ラジオで聖地巡礼すごくないですか、イングランドに行くってすごいですね、す先立つものがあれば、はい、はい、そうですね、はい、次行きましょう、はい、はい、ありがとうございます、はい、次行きましょう、はい、はい、続きまして、はい、ペンネーム風修士さんからいただきました、ありがとうございます、東京都の方ですね、森の図書室でまたイベントしてほしい、あ、そうですね、第1回目の公開録音は同感です、はい、森の図書室だったの で、 そうです、ね、またあのコラボメニューとか食べたいですね、そうですね、あ、食いしん坊かと思うんですけど、ね、やっぱなこういうコラボ的なメニューもね、森の図書室行かれた方、あ、お得さん、あ、結構いらっしゃる、 ありがとうございます、コラボメニュー食べましたか、美味しかったですよ ね、あれをまた再びまた別のメニューでも良いので、そう食べたいですよ、どうにかならんかね、え、咳止め薬とかね、コラボで、あ、いや、咳止め薬とか、咳止め薬、咳止めとかなんか作ってる、なんかね、そう、あ、はい、知性が後々作る薬とかね、こうなんか薬、そう同人ラジオだから OK そういうのとかね、出していただきたいですよね、そうですね、また森の図書室ってないですよね、本当素敵でしたよね、いや本当、行ったことない方はぜひ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 ね、おっしゃってください、 もう一つ最後にペンネームひげだるまさんからいただきました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、もし公式になった場合、お二人はそのまま続投なのでしょうか、ルツとシルキーにチェンジという可能性はありませんか、おい、どういうことだ、おいお怒りだ、どういうことだ、竹内さんがお怒りだ、かっこ笑いってなかっこ笑いってなって僕たちじゃダメ、不満だってことじゃないですか、ヒゲだるまさん、詳しく聞かせていただきたいでも、いや、ルツとシルキーなんてほとんど喋んないですからねシルキーは、うんしか言わないですよ、そうですね、ね、だってルツは知性がいないと隣にそうですね、あれ、そうなると僕いらないじゃないおっと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 、種崎と内山さんになっている説、へこむなへこむ、お客さんとして来る行く、お客さんとして行く、公開収録行きます、お客さんとして行きます、はい、愛が強い、アンケート書きます最後、もう一個、もう一個、読んでください、はい、ペンネーム、あきこさんからいただきました、はい、ありがとうございます、あきこさん、ありがとうございます、ありがとうございます、お話のテンポといい、雰囲気といい、今のままがとても好きです、いや、ありがとうございます、ほら今のまま、よかった、ね、よかったですよ、今のままでいいって、よかったです、あの、種崎と竹内さんでやらせてくださいお願いしますよろしくお願いします、お願いします、いや、というわけでね、はい、こういうふうにお送りしてまいりました、はい、魔法使いの嫁好きです、同人ラジオ、あ、ラジオの前の皆さん、我々立ち上がっております、今、はい、そうなんです、もう直立になっておりますね、はい、はい、そろそろお別れの時間が迫ってまいりました、はい、というわけでね、この番組では皆さんからのお便りを募集しております、はい、で、魔法使いの嫁に関することなら何でも結構でございます、はい、で、以前ですね、はい、好きなエピソードとか好きなセリフとかっていうのをね、はい、もうどしどしくださいっていう風に、はい、うんうん、竹内さんの愛がめっちゃ溢れてたやつですね、あ、前回のやつですね、そうです、お知らせしたら結構溜まってるんですよ、うん、そういう面白いシーン、あら、結構その素敵なシーン、あ、今日紹介ができなかったけ ど、 たですけど、もうお便りとしてすごく来てるので、またこの公開録音次か、7、8、9回目ぐらいですか、9回目ぐらいからまたそういうね、素敵なシーンとか好きなところっていうところをお知らせできればいいかなと、紹介したい、はい、ね、たくさんまだまだ待ってます、そうなんです、紹介していきたいと思います、はい、お待ちしております、はい、お便りの投稿は、はい、ラジオアットマークまほよめ .jp、 ラジオアットマークまほよめ .jp まで送ってください、よろしくお願いいたします、お願いします、というわけでね、原価店で、はい、公開収録となっておりますけど、はい、あと1つだけ、1つ、はい、あ、はい、ちょっとご紹介したい、はい、お便りがあるんです、はい、いいですか、お願いします、はい、ちょっと僕らも本当ちょっと、はい、身に聞いていただきたいと思います、はい、ペンネームはわたむしもふもふしたいさんから、はい、東京都の方です、はい、
第6回を聞いていて思ったのですが、はい、メール冒頭の挨拶がただいまお帰りならば、うん、ラジオの終わりは行ってらっしゃいで締めるのはいかがでしょうか。竹内さんと種崎さんにそう言ってもらえたら隣人としてとても嬉しいです。あらまあ、わたむしもふもふしたいさんは今日いらっしゃってたりとかはしない。はい、いやでもいいんじゃないですか。ラジオの前で、ああいいですね。最後に確かに、ね、そうですね。というふうに感じやった。最後の言葉決まりましたね。できましたよ。だから最初はお帰りから始まって、っ最後は行ってらっしゃいで、それでそれで行きましょう。なんで噛んだ。それで行きますか。じゃあ行きましょう。だからこれからの同人ラジオはこの始まりはこれ で、はい、で終わりは行ってらっしゃいで締める。はい、それでいいですか。いいですか。あーもうありがとうございます。ありがとうございます。はいはい、はい、ということで、はいはい、早速ですね、はい、やっていきましょう、はい、ということで、今回の収録はここまで、うん、お届けはエリアス役の竹内涼太と羽鳥千世役の種崎あずみでした。いってらっしゃい。